続いて三十六番の「店」を見てみましょう。「店」は英語で「ショップ」という意味です。丁寧に言うときは「お」をつけます。お店,お店例えば パソコンの。お店は。どこに。ありますか。四十三番は。入国管理局。です。入国管理局。入国管理局。入国管理局は。日本人。 外国人の出入国審査、外国人の在留管理、難民認定などを扱うところです外国人は日本で生活する場合は必ず入国管理局でいろいろな手続きをしなければなりません入国管理局の略称は入管です 入管に行きますという人はたくさんいます入国管理局に行くということです続いては四十五番つくですつくと一緒に使う助詞はにです場所プラス にプラスつくという文型です。では、アライブイン東京はどうやって言いますか。東京に。つく。 ではこのセンテンスを見ましょう。九時に会社に着きます。ここで二つのにがあります。一つ目のには前回勉強した文法の時間プラスにプラス 動詞の応用です。二番目の。に。は。つく。の前に。に。をつけて。場所や。範囲を指定します。第六課の文法の中で。詳しく勉強します。ここでは。何何に。つく。という文型を覚えましょう。